どうも、岡様だ。レディッツダイ。さあ、続きをね、やっていきたいと思います。というのもね、キャラ全部ではないか。ちょっとね、取り返してきたんで、またね、赤身川辺と、そう。あの川辺にね、また、突っ込んでみようかな。で、今回はね、無謀な逃げとかせずに、きっちり倒していきたいと思います。まあね、防具だけ全部、買い揃えて新品にしてきたんで、まああとゴールデンお団子竹ね。で、前回普通のお団子竹を飲んでたんだけど、どさくさに紛れてね、なんか、ボコボコ食らわされてるうちに、あ、何のエフェクトとかも出ずに、なんか回復するっぽいんですよね。前回の動画でも一応、お団子だけ飲んでた時に回復はしてたっぽいんで、まあ一瞬で回復してそのまんま立て続けにゴアティカルを敵キャラにやられちゃって、死んだという結果に終わったんで、今回は、ね、行きたいと思います。で、よいしょ、ゴールデンお団子竹いつ飲むかなんだけどね。ちょっと武器の装備が、ちょっと槍とか使っていいのか、前回槍取れたんで、ちょっと槍使っていこうかな。練習がてら下のやつを。まだレベル上がってないから振りが、そう、振りが少ないんですけど、まあリーチはね、素晴らしい長さがあるんで、敵に囲まれたりしたらちょっといい感じかもしれないな。ただまあ攻撃力が低い、まだもうちょっと育てないといけないか。まあ、槍はこの辺の奴らだいぶ持ってるはずなんで、すぐ取れると思う。お、なんじゃこりゃ。あ、鉄ボルトね、最高。これ来てるかな？来てない。全部焼いとくか。カニカニ音がする。あ、しくった。あれ、ミスりましたね。毒回復つけてくるの忘れましたね。というか、プレミアム、ステカール一個もついてない状態。これいけるかなぁ。怖えなぁ。即時回復はちょっと少ないか。よいしょ。よいしょ。お、ブラッキリアメタルありがとう。実際ここ倒さなくてもいいんですよね。ヘイトライフルはいいな。というのも、ここ絶対ヘイターが出る場所なんで。あ、しくったか。そう、これ出るな。ちょっと武器をナイフに持ち替えて。倒したはいいんだけど、あれ出ねえな。絶対じゃねえのか。ロングソード。ここでヒーター出なかったら、どこで出るんだ？逆に怖え。で、道的にはこっちなんだけど、なんかあるかな？なんもなし。さそう。さそり。こっちでいいのかな。あ、こっちじゃねえな。ちょっと待ってよ。ロングソードの振りは、こんな感じか。
油断したらやられるな。僕の回復ぐらいはつけておくべきだったけど、まあしょうがないか。ほらほら、よし、あ、もう一匹いるはずだぞ。あれか、あ、槍取れないかな。取れ、よいしょ、強いね。槍はないな。あーけど、まあまあのズボムさんがパラディンレギンス、まあいっか。はい、自販機、おー、お金か。たまにね、敵飛び出してくるんで、回避ボタンは連打しといた方がいいね。オッケースティック、血を装備しとく。オッケースティックのね、レイジムーブだとね、自分も下手したら食らう可能性があるんで、極力使いたくないね。うわ、違う違う、うりゃ、結局槍で、あ、槍取れた。ナイス。ナイスの槍。え？一匹ずつ呼びたい。よし。こいつはなんだ？素手なのか。よいしょ。よいしょ。すでにね、やられてるわけにはいかねえな。ここはこんだけかいるね。いるよね。ああ。こういう系ね。こういうやつはね、あんま近寄りたくない。誘いだと。で、ナイフでさっさと。倒しちゃうぜ。うわ、マジか。ちょっと待って。待て待て。強えな。なんてやつだ。槍の方がいいのか。よいしょ、はめれるね。よいしょ、マラソン滝ある。脳みそだけ、いや気持ち悪い、この脳みそだけ、まんま脳みそ。待て、どうしよっかな、なんかあるね。魚ちゃんがいたらありがたいかな。せっけず、魚ちゃんいるかな。いないね。しけてるぜ。さあ次だ。まあ、これ一応まだ赤身なんで、そんなにね、やられてる場合じゃない。まあ、問題はあのカーベだからね。来た。ここからか。よし、気合い入れろ。ちょっと、食っとくか。ブエ。ブエ。うまいぜ。さあ、鬼門だ。丘様の鬼門は川辺だ。あ、やっぱ赤身で一匹死んでたんだけどね。出てこんかったな、ヘイターが。こんなこともあるのか。さあ、川辺から紫登れば、エレベーターのある場所にたどり着けるはずだ。設計図新しいのも取れたし、ちょっと、しっかり帰りたいね。カーブ前回ね、走り抜けで行こうとした時にかなり広かったからね。
ちょっとしんどいよね。たどり着けるまでの結構あったけど、あ、はい、見えてる。わお、解散でも槍が出る。リーチがわかんねえな。やりくれねえのか。金もねえの。うら、やり結構使いやすいな。いいぞ。うん。で、はい。で、銃はちょっと。対人の時はやめときたいな。このマップはわけわかんねえな。一応いる。OK。この銃なんかすげえな。だいぶカスタムされてる。どんだけ改良してんだ。よし、デッドボルト。とりあえずこういう機械の音がするぞ。絶対いるだろ、これ。さあ、順調だ。どっかしらで大量に敵が来るはずなんで、それをなんとかね、回避できればっていうとこはあるな。お、こんなところに毒が。今はダメよ。はい、左に、これ、あれか。あんま当たんねえな。何やってんだ？このところにサソリちゃんが。持っとこう。ここ怪しい罠の穴が。なんだ、閉じ込める気か。やめてくれよ。別に閉じ込めるような場所でもねえけどな。さあ、あそこにいるぜ。さあ、ナイフでやろう。よいしょ。やば。おい。よいしょ。今のは失敗だろ。よし。よし。後出しでいいか。うわ、早え。この人より早え。後出しじゃダメなのか。サトリちゃん食べて。見られてるな。やば、2匹か。いや違う、3匹だと。そういうことだよな、結局。うん、こうやっていって、なんとか数を減らしていく。よし。よし、来い。やってやるぜ。爪欲しい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。槍欲しかったな。まあ、1爪で我慢だ。で、リロードしといて、あ、チラシ発見。イエーイ。違う。
と腹箱を。マップがよくわかんねえな、マジで。とりあえず行き当たりばったりで紫の階段を見つけよう。機械は銃で倒す。おっと、あゆざいの来たよ。あゆざい来たよ。あ、バカ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 な、こいつら。先ほど倒す、お前を倒すぜ。よし、早えな、こいつら。お、ボーンレアメタル。ナイス。さあ、悟っとこうかな、一回じゃ。よいしょ。敵もいないだろう。来た。超絶バランス感覚。癒しだ。これちゃんと画面の目の前に位置が出るのが面白いな。位置が出る、こっちだ。悟ってる間に方向が。さあ、あ、そうだ、脳みそだけど。いや、気持ち悪い。マラソンだけ、ちょっと。マラソンだけはいつか使えるかもしれねえ。機械の音がするぞ。まだいいのか。ここまで行く入り口。入れぬ。お、まだあいついんのかよ。どうしようかな。オッケースティックで終わりしようかな。当たるんかい。ういし、ういし、おっと、オッケースティック、おっと、あ、弱っ。ういしょ、勘弁だよ。よし、ハマった。いやいやいや、ホッケースティック弱っ。ビビるわ。ギャンブルしとこう。あ、ラッキー。強いな、ホッケースティックは。いや、使ってやんねえぞ、ホッケースティック。使ってやんねえどころかもうこんなもんポイだ。ポイするんだ。うわ、すげえな。アルミニウムのエンジンの一部。よし、あとはもう回復があんまねえな。弾たいてって、なんか順調なんじゃない、これ。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃ。お、アリグレの下り階段を見つけたけど、アリグレ多分緑の、違う、右下だよね。こっちの方面に行くやつ。そういうやつ。違うんだ。紫なんだ、俺が探してるの。あの塔ってもう何千回あるんだ。無理だろ、これクリアは。1000回以上あるぞ、あれ。俺行ってないの、どこだ。なんか今ここにキノコマークついてたけど、あ、蜂ね。蜂撃ったらどうなるんだろう。やべえかな。興味本位で、絶対やべえよな。近づいたらやべえのか。
あ、なんか取れそう。あ、蜂の巣。あ、そういうのがあるんだ。大回復だって。何も回復するんだろう。興味本位が勝ったな。珍しく。一応遊園地なのね。これはお金になるぞ。これ酔うやつだ。あ、俺こういうのダメなんだよ。回る系は。すぐ酔うからね。酔い止め必須だわ。さあ。ここは前死んだような気がする。ここはやばいぞ。気配を消すんだ。あ、戦いの。戦うんだ、お前ら。でも、素手だよな、あいつ。え、ナオヤン。ナオヤン0402。これ、あれだわ。フレンドだわ。俺のフレンドのナオヤンにつくんじゃないか。ぜひ、俺が倒して差し上げよう。あ、倒してる倒してる。ナオヤンが来てる、来てる。来てます、来てます。お、レイジュール使ってる。ちょ、俺に来てやがったな、この野郎。ほら、やり合え、やり合え。とりあえず、お前、邪魔だわ。浮いてー。よし、いいぞ。ナオヤン、お前だ。お前とやってやるぜ。拳と拳の勝負だ。俺、拳じゃねえのか。よし。エイジムーブは読めている。おらー、はっはー。ナオヤヌス。お前の命は俺がもらった。いやー、すげえな、奇跡だ。ここ川辺にて、まさかナオヤヌスと出会うことがあろうとは。そうか、あいつも頑張って登ってきてるんだな。なかなかの奇跡を見せてくれた。これはギャンブルにも勝てるはずだ。キラリン、なんでな。帰る、帰る。スピード感はたまらんな。ゲロゲロ。これ、下に、あれ、魚いねえかな。あ、戻った。魚、魚。あ、いた。いい、逃げるなぁ。逃がさねえぞ。水確保。うわ、エンジン、アルミニウムエンジン。あ、蜂の巣食べてみよう。何度回復するか。500? あ、少ないね。やっぱ焼かんねえとダメなのか。拳だっけ。ロケットパンチだね。とりあえず全部焼いとこう。焼くことによって、あ、忘れてた。これ飲んどかないと。ゴールデンお団子だけ。そう。これでいいよ。よし、いいぞ。ロケットパンチ食らしてやるぜ。さあ、もうナオヤンも倒したから何も怖くねえぜ。これ罠じゃん。ここは、ここ前ゴールデンお団子滝あるから。いっちゃえ。何かを取った。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんか斧がいるな。やばそうなのが。よいしょ。よいしょ、よいしょ。これはまずい。よし。この斧は早めに。やって。よいしょ。オッケー。なんとかゴールデンお団子だけ使わずに済んだぜ。
よし。回復しとこう。お団子竹のおかげで死んだ時に全開するからね。全開はするけど、俺はどっちに行けばいいんだ？あそこか、最初の道を間違ってんのか。まあでも、間違ったおかげで、こうしてナオヤヌスと、ね、これね、これ出会えたから。これは良かったね。あ、面白いなぁ。友達と会えるとは。錯乱状態だったけど、友達は。なんか生えてる。これ、あれか？拳だけ。拳だけどんぐらいのダメージ出るんだろう。これで燃やしとこう。さあ。どこだ？敵はどこだ？お、あれ、え、いや、これ緑だよね。ようこそカーベじゃねえよ。ってことは、もっと前に分岐がある。あ、もっと前か。直山で一直線に進んできたってことか。あ、危ねえ、毒だ。毒にロケットパンチしたら、どうなるんだろう、焼き方ってのになるのかな。そんな回復しねえから、いっか。長い。こういう時にこれを飲まなきゃ。マラソン竹。で、スタミナ無限、いうかもう来てしもたな。ああ、やっぱ無限いいな。走り続けれる。まあ、いいけど、こっちだね。お、まがまがしい感じの。まがまがしい言うてもなんか変な。なんだあれ。嘘だろ。あ、壊れた。ちょっと小づいてみたら壊れちゃった。あ！よっしゃー！越前島ー！オッケー、とうとう来ました。ふぅ、長かった。はぁ、カーベを登るのに、ちょっと何日かかかっちゃったな。上がってみたら上がってみたで、あんまり、なんか、どうなんだろうって感じだったけど。よし、エレベーターもある。ボスもいる。あ、中ボスですね。何のボスだろう。ゴールデンお団子竹の効果あるうちにちょっと倒しちゃおうかな。よっしゃ。まあね、エレベーターまではちょっと安心できねえぜ。クエスト解放。さあ、油断せずに行こう。一応まだ、あ、人間終わったな。さあ、どこだ？握り拳を食らわされるのは、どいつだ？うわ、難しい。あいつ動きすぎなんだ。あ、外した、マジかよ。え、当てたかったな。はい、はい、はい。クエストが終わってる。マラソンだけ。今のロケットパンチは、ひどいな。あったかったんですけどね。私も。斧嫌いだわ。こっちは罠かな。お、違った。はい、なんか見られてるよ。こっちにいたのかな。また向こうから来るか。あ、違うね。いるじゃん。
あな、カエルいる、カエル。こんな中に。結構登れるんだ。お、よし、リベンジができるぞ。マラソンと、拳を焼く。こっちかな？あ、あんなとこに、いいサンプルがいるじゃねえか。440はこんなもんか。あ、でも倒れてるから。え、強くない？ちょっと待って、これ強いぞ。あ、でもまあパンチだからそうなるか。よいしょ。さよなら。なんか起こせよ。うわぁ、パンチかい。パンチばっかりかい？パンチはこうやって投げるんだぜ。こうだ、こうで、こうだ。出直してこい。まだ、エレベーターまだ？声はするけど。ああ、こいつか。あまり、こっちには来ら、来させねえぜ。よし。素晴らしい。川がいっぱい落ちるんだな。川のアイテムは強いのか。この感じは来たんじゃねえのか。来たんちゃう、来たんちゃう。ちょっと待って、なんか今走ってた。この感じはボスじゃねえのか。来たのか。わかるのがすげえバレてるな、とりあえず。取れ。ちょっと待って、ちょっと待って。なんかいろいろいた。倒して。すげえ、たんまたんま。もう、想像するよね。ちょっとひどいな。よしよし。一人死んだ。あいつかてえな、あの槍のやつ。よし。おれ。硬い。おれ。あ、そうだ。あれ、拳だけね、脳みそだけどうなんだろう。脳みそだけ。どうなってんの？あ、すげえ。ボラピカルが出せるようになるのか。で、最強じゃん、あれ。すげえ。ノンソだけすげえぜ。ギャンブル。最強のキノコだな。さて、ここはなんかいろいろとありそうだけど、落ちたら。よし、クロスボウゲット。クロスボウ強いね。よし。さあ、道がすげえな、おい。下か、宝箱。これ違うよ。あ、使っちゃった。爪で行きたいなぁ。爪のレベルも上げときたいから。ちょっと待って。まだ、こっちが。何の型だ。オッケー、設計図。で、下降りてみて、怪しいよな。でも赤だからだから、大丈夫。こんなスプレー爪扱いたくない。ほらほら、誰かいますか？敵だ！うわ！ドックラ天使。マジでか。お、死んだ。あ、死んで、しかも回復も使ったな、今。やば。
何かないか。うわ、これやば。これ、あ、死んだ。うわ、くっそ、マジか。なぜだ、なぜこれが帰れないんだ。確かに拝見させていただきました。今回につきまして、保険のご加入、どうなさいますか？戦った方が良かったか、今のは。そうですか。それは本当に残念です。そんなご決断も、時には大切かと存じます。なんだ、何島だった子は。くそー。じゃあ次頑張るよ。バイバイ。